森下雄一郎のガチ農業体験記。ほんと見ていただいて分かるようにもうカラッカラになってるんですね。でやっぱ雨不足もあって、でお米農家さんで水管理が非常に大変みたいで大事みたいなんですよね。でこう皆さんに分かりやすい形でお伝えできるのはちょっと色味が伝わればいいんですけど、これまあ用水路なんですよね。ほんでこう用水路から、まあ、水をこう取ってくるわけですよ。でこう取ってきて水がですね、だいたいこう入り込んで流れてるところで、この色ですね、このちょっと濃い緑の色で、水がですねあんまり入ってないところはちょっとこの黄色がかってる感じ、わかりますかね。これちょっと枯れかけてるんですよね。わかります？もう枯れちゃってますわ。これこう水が入ってるとちゃんと管理してると、まあこう水がきっちりね入るんですけど、もう枯れちゃうとこうカラッカラですわもう。いやだからですよ、こういかに毎日ですね田んぼっちのこの水の張りを見て、そもそもなんですけどなぜ蓋を閉めて水を入れてないかというと、前にご紹介させてもらった肥料やりありましたよね。あの肥料っていうのは水がダボダボになると入れっぱなしの状態だと向こうに流れていっちゃうの で肥料も一緒に流れちゃうと。なんで肥料をあげると基本的には蓋閉めてお水が流れていかないようにして肥料を浸透させると。で浸透しきったなっていう状態の時に、まあ、ある程度水ってまた必要になるんですけど、基本今年は本当猛暑で、あの雨もそこまで降らないこの山形はですね、なんでこの管理が非常に難しいっていうのは言われてましたけど、で、まあ、今農家さんに電話してちょっとカラカラになって枯れかけてますって話をしたら、まあ、ここをちょっと開けといてということで、開けてる状態です。で、まあ、ちょっと水をまたこう流していって、とりあえずカラカラですけどバイクを走らせてライン入れて水がちょっとまんべんなくこう行き渡るようにまたちょっとこう走らせていけたらなと思いますんで、いやいや勉強になる、難しいですよね本当に。自分の田んぼが1枚2枚やったらあれですけど、百何十枚もあって毎日毎日チェックするのは確かに非常に難しいと思いますし、いやいや勉強になります。とりあえず線入れていきます。はい、でこれもう真ん中の方まで来てるんですよ田んぼ、カラッカラなんですよね全部。だからもう水が行ききってなくて、もう肥料も落ちてて、もう入りきってない状態で乾いちゃってるんで、あ、そら育たないですよね。水を入れていってるので、まあ、向こうからこう流れてくる水に対して線でまあこう入れておくとまんべんなく水が行くやろうということで先輩が言われてて、まあ今線を入れていってます。とりあえず線をちょっと引いてみました。細いラインに水がちょっとこう流れていってますね。わかりやすいですね、細いラインしか今引けないんですけどね、そこにちょっと水が行き始めてます。